広大な外宇宙は幾億もの人間のさまざまな夢を受け止め、その上でさらに無限の可能性を見せつけていた。そこには数えきれないほどの夢が広がっている。無論その中には悪夢も存在する。セクターガンマで確認された惑星レゾニアの知的生命体たちが地球連邦に宣戦布告し、激しい戦乱の炎が巻き起こった。宇宙歴342年、惑星レゾニアとの海戦を戦艦カルナスによって勝利に導き、栄誉指揮賞を受賞する。宇宙歴346年、辺境の未開惑星ロークで発生した謎のウイルス事件を解決し、レゾニアを背後で操っていた惑星ファーゲットの指揮者ジエリ・ボースの陰謀を阻止。その功績を称えられ、38歳という異例の若さで提督に昇格する。僕はそんな父さんのことを誰よりも尊敬していた。銀河連邦の士官というのが立派な職業だっていうことも分かっている。でも僕は僕だ。銀河連邦の英雄ロニキス・ジェイ・ケニー提督の息子というだけの人形じゃない。だけど僕は今ここにいる。どうだ、降下前に調査した結果と何か違う結果が出た？いえ、相変わらずいかなる波長にも反応を示しません。フィールド自体はマグネティックエナジーフィールドに似ていますが、詳細は不明です。うん、ということはセンサーから発した波を吸収しているのか。そうだな、フィールドから放出している電磁波をスペクトル分析にかけてみろ。クロード、お前もすでに勝利だ。もし戦闘になったらこれでみんなを守ってやれ。どうした、緊張しているのか？いえ、そういうわけでは。クロード、これ式のことで怯えているのか？勝利ともあろうものがそんなことでどうする？いえ、そのフェイズガンは戦闘の時必殺技ボタンで使うことができる。もし戦闘になった時はためらわず使うのだぞ。提督、ダメです。データベースの中のどれとも類似しません。そうか、よし、もう少し接近することにするぞ。誰が何のためにこんなものを、一体何があるというのだ？とりあえずこのドーム入り口を調べてみましょう。そうだな、全員で周辺の調査を行うことにするか。身の安全が最重要事項だ。気をつけて作業に取り掛かれ。父さん、提督。どうしたクロード、なんだこんなところに。多分制御装置の一種だと思われます。このドームの入り口を開くパネルになっている可能性があるかもしれません。うん、さすがだなクロード。
どうだ、このパネルの解析は可能か。少し時間をいただければなんとか。よし、開きました。内部の様子は？入り口にセンサーらしきものはなさそうですね。あとは内部に入るしかないようです。よし、内部の探索を開始する。何が起こるかわからないから各自注意を怠るな。いい気になって近寄るな、クロード。あの装置の正体を確認してからだ。大丈夫です、心配はいりませんよ。まだあの装置が何なのかすら分かってません。むやみに近寄らないでください。クロード、戻ってこい。その装置にむやみに近づくな。クロード、そんなに怖がっていたら何もできないじゃないか。やっぱり危険なものは何もなさそうですけど。座標2143678971ゲート開きます。なんだ。くそ。消えた。クロード、提督、危険です。私のせいだ。僕は、そうだ、ミロキニアの探査を。そして光に包まれて。どこだ、ここは。父さん、みんな。そうだ、通信機。ダメだ、反応がない。どこかに飛ばされたのか。ここでじっとしていても仕方がない。とにかくここがどこか確認しなきゃ。この雰囲気からして未開惑星なのかもしれないな。一体ここはどこなんだ。人だ。
危ない、後ろ。え、助けなきゃ。油断するなよ。くらえ、くらえ、これでどうだ。くらえ、てや、これで、てや、怪我はないかい。なんとか間に合ったな。あ、とっさにフェイズガンを。しまった、軽率だったか。未開惑星保護条約に引っかかるかもしれない。でもああしなかったらこの人は救えなかった。仕方ないよな。あの、私大丈夫だったかい。危ないところだったね。ところでちょっと聞きたいんだけど。あ、ちょっと待って、行っちゃった。よかった、待っていてくれたんだね。すみません、逃げたりして。いや、その、あの、私突然のことだったからちょっとびっくりしちゃって。へ、怖かったかな。はい、少し。でも本当にすみませんでした、助けていただいたのに。いいんだよ別に。それにこうして待っててくれたじゃない。あ、申し遅れました。私はレナ、レナ・ランフォードと言います。あ、僕はクロード、クロード・C・ケニーです。よろしく。よろしくお願いします。ところでクロードさん、さっき何か言いかけてましたけど。ああ、そうそう、大したことじゃないんだけどさ、ここってどこなのかな。旅の方なんですか。え、ああ、まあそんな感じかな。どこからいらっしゃったんです。地球からなんだ。地球？どこですか、そこ。わからないよな、普通。そうだね、うん、なんて言ったらいいのかな。そう、遠い場所だよ。ここからは多分ものすごく遠いところですか。私はこの大陸から離れたことがないんですよ。すごいですね。エル大陸のさらに向こうなんですか。まあね、そうなるかな。大変な旅ですね。この橋の向こうがアーリアです。へえ、
あそこが君の住んでいる村か。でもいいのかい？いきなりお邪魔しちゃって。構いませんよ。助けていただいたお礼もしたいですし。そんな別にいいよ。大したことはしてないんだから。とにかく気にしないでくださいね。大したおもてなしはできませんけど。こんな綺麗な空気を吸うのは久しぶりだな。空気に綺麗も汚いもあるんですか？うん、僕のいたところは汚かった。そうなんですか。大変なんですね。まあね。でも本当に気持ちいい。なくなりませんから心置きなく吸ってください。私一旦家に帰ってきます。すみませんけど、少しの間散歩でもしていてもらえますか？うん、わかった。すぐ戻ってきますから。なんかとんでもないことになっちゃったな。戻る手段を探さなきゃ。とりあえずこの村の人にいろいろ聞いてみようかな。それでその人はどこにいるの？うん、村の中を見てるって。レナ、ちょっと。え？すみません。いや、村の中を散歩してたらここに着いちゃったんだ。そうなんですか。びっくりした。まずかったかな？そんなことはありませんよ。お母さん、この人が今話したクロードさんよ。え、ああ、そうなの。どうもどうも、クロードさん。私はレナの母親のウェスタです。娘が危ないところを助けていただいたそうで。そんな、別に大したことはしてませんから。いえいえ、もう少しで大変なことになるところでした。いえね、私は前から言ってたんですよ。危ないからシンゴの森には行くなって。それなのにこの子ったら。もうお母さんたら。そうは言うけどレナ、クロードさん、お待たせしてすみませんでした。もう私の用は済んだので村の中を案内しますね。あ、うん、お願いするよ。じゃあお母さん、行ってきます。もう、はいはい、行ってらっしゃい。お邪魔しました。すみません、騒がしい母で。気にすることはないよ。うちの親も似たようなものだから。そうなんですか？うん、それはもうすごいんだ。君にも見せたいくらいだよ。じゃあ行きましょうか。
ここのうちのお父さんは大工さんなんです。今は隣町で大きな仕事をしているらしくて、家にいないことが多いんですよ。子供たち二人だけで留守番かい？ねえ、ちょっとかわいそうですよね。だからできるだけ話し相手をしてあげているんです。優しいんだね、レナは。そんなことはないですよ。もう、ここはハーンさんの雑貨屋さんです。みんなの役に立つものを売ってるんですよ。なんだかいい匂いがするね。それはハーブの匂いですね。ハーブ？傷を治したりする薬ですよ。旅の必需品じゃないですか。そうなんだ、ハーブか。初めて知ったよ。知らなかったんですか？うん。よく今まで無事でしたね。ここは最近結婚した新婚さん夫婦の家です。見ている方が恥ずかしくなるくらい仲がいいんです。そうなんだ。ここはアーリアの教会です。村の結婚式とかはここでやるんですよ。とても真面目な神父様がいらっしゃって、いつもみんなの相談に乗ってくださるんです。へえ、立派な人なんだね。はい、みんなとても頼りにしています。お母さん、ただいま。お邪魔します。あら、レナ、早かったのね。でもよかったわ。ちょうど今支度が終わったところよ。支度って？お母さん、何この料理の山は。美味しそうでしょ。母さん腕によりをかけて作ったんだから。そうじゃなくて。何、食べないの？あなたを助けてもらったお礼にクロードさんに食べてもらおうと思ったんだけど。それはわかるけど、多すぎない？そう？
若いしたくさん食べるかなと思って。クロードさんお腹空いてますよね。まあそれなりに。ほらご覧なさい、男の子はこれくらい食べるものなのよ。クロードさん、たくさん食べてくださいね。はい。もうお母さんたら。もう入らないや。ごちそうさま。無理しないで残してもよかったんですよ。大丈夫ですか？平気平気、僕の胃は丈夫だから。もうお母さんたら作りすぎよね。でもすごく美味しかったよ。僕の母さんじゃこうはいかないな。お世辞でも嬉しいです。喜んでもらえてよかった。私は下で後片付けを手伝ってきますね。少しの間2階でゆっくりくつろいでいてください。うん、少し休ませてもらうよ。ふう、お腹がいっぱいだ。母さんか、元気にしてるかな。心配してなければいいけど、なんとかして帰る方法を見つけなきゃ。レナ遅いな。おばさん。クロードさん、お味はいかがでした？ちょっと量が多かったかしら。そんなことはありませんよ。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。そう、どういたしまして。本当に美味しかった？本当ですよ。本当に本当？本当に本当ですよ。ああよかった。勇者様のお口に合わなかったらどうしようとばかり。あの勇者様って。あ、お母さんただいま。どうしようレナ。どうしたのお母さん、そんなに慌てて。だって。だってじゃなくて、どうしたのって聞いてるの。言っちゃった。何を？勇者様って。言っちゃったの？それでクロードさんは？まだよく分かってないみたいだけど。一体何が起こっているんだ。いいから落ち着きなさい。彼もまだ事態を理解しておらんのじゃろ。あ、クロードさん。あなたがクロードさんですか。初めてお目にかかります。私はこの村の長をしておりますレジスというものです。クロードです。神護の森でレナを助けていただいたそうで感謝しております。いえ。ところでレナから聞いたのですが、旅をしている途中だそうですな。あ、いや、そんな大げさなものでもないですけど。どこへ行かれるおつもりですか。クロス王国、それともラクール大陸ですかな。あの、それはその。ここがどこかもわからぬ上に目的もはっきりしない、妙な旅人でございますな。何が言いたいんですか。無礼を承知で申し上げます。
クロードさん、あなたは嘘をついていますな。あなたはただの旅人ではありますまい。旅人じゃなかったら何なんです？おそらく異世界のもの、伝説の勇者。旅人というのは世を忍ぶ仮の姿、違いますか？あなたは我々を助けるべく訪れた光の勇者様でございましょう。ちょっと待ってください。何を根拠にそんな。根拠なら我々の地方の伝承に次のような言葉があります。この地エクスペル、脅威に襲われ民苦しむ時、異国の服をまといし勇者現れん。かの者、光の剣を携え人々を救いたもうと。あなたは異国の服をまとい光の剣をお持ちじゃ。これ以上どんな理由をお求めになる？そんな、光の剣なんて僕は持っていませんよ。そんな、私を助けてくれた時にはまばゆい光を放つ武器を使っていたじゃないですか。それは。この人は違うのでしょうか？そんなことない。光の剣に関しては分かります。光の剣ではありませんが、確かにそういう武器を持っています。でもだからといって僕が勇者であるというのは何かの間違いのような気がします。どうしてそんなことを言うんですか？だって本当に勇者じゃないんだ。僕にそんな力はないよ。そもそも何が起きているのかも分からないし、いきなり助けろって言われても。本当に知らないんですか？ソーサリーグローブのことも、異変のことも。この村に起きているのではありません。世界全体に異変が起きているのです。本当にご存じないようですな。ご説明いたしましょう。今から3ヶ月前のことです。この村から北西に位置する別の大陸にエル王国という国があります。そのエル王国の領地の一つ、エルリアの町にある日突然隕石が落下しました。はじめはただの珍しい隕石だと騒がれていただけだったのですが、やがて異変が起こりました。平和だったエル王国に突如多くの魔物の群れが出現し暴れ始めたのです。今までそのようなことは全くありませんでした。その隕石が落ちる前までは。関連付けて考える方がおかしいとお思いになりますかな。我々は墜落した隕石を魔の石、ソーサリーグローブと呼ぶようになりました。どう考えてもあの石が全ての厄災の元としか考えられないのですから。ソーサリーグローブが突然降ってきたように、あなたも突然現れた。あの石が全ての厄災の元なら、それを断ち切ることができるのはあなたしかいない、そう思ったのです。でも僕は。今世界に異変が起きつつあります。今までになかったような群発地震、動物たちの魔物か、いずれはこの村にも厄災が降りかかるでしょう。でも僕は、僕にはそんな力はないんです。厄災を引き起こすような隕石を相手にできるわけがない。それではあなたはどこからやってきてどこへ行こうというのです？それはうまく説明できません。説明しても分かっていただけるかどうか。ただ言えるのは、僕は自分の意思でここに来たのではなく、事故によってここに来たということです。そして何とかして本来いた場所に戻りたい。
それだけなんです。漠然としていて分かりにくいですな。でもそうとしか言えません。そうですか。そこまで強硬に否定しなさる以上、あなたのおっしゃることはきっと真実なのでしょう。本当にあなたは光の勇者様ではないのですな。そんな。すみません、結果的に期待を裏切る形になってしまって。いや、こちらが勝手に勘違いしただけです。あなたが気に病むことはありますまい。ごめんなさいね。レナ、しばらくそっとしておいてやってください。あなたを本当に勇者だと信じていたのでしょう。何、そのうち落ち着くと思います。レナ、クロードさん、一つお願いがあるのです。できればこの先あまり勘違いを受けるような行動は慎んでいただきたい。その光の剣などのことです。先ほどご説明いたした通り、ソーサリーグローブのせいで今人々の心は不安に満ちています。そんな時、伝説と符合する人物が現れたら、少なからず希望を抱いたとしても不思議はありません。レナのように、どうせ叶わぬ望みなら初めから持たぬ方がいい。どうかお願いします。わかりました、気をつけるようにします。ところでクロードさん、これからどうなさるおつもりです？それは正直困っています。いろいろと調べて、なんとか手がかりだけでもわかればとは思っているんですが。それならばこの村にしばらく滞在なさってはいかがですかな。ここでも何かわかるかもしれません。何、泊まるところなら私の家に泊まればいい。そんな、ご迷惑では。いやいや、構いません。こちらもいろいろとご迷惑をおかけしましたからな。それではお言葉に甘えさせていただきます。よく眠れましたか？はい、おかげさまで。村長様は下にいらっしゃいますよ。おはようございます。おや、ようやく起きられましたか。はい、ぐっすりと眠れました。それはよかった。ところでクロードさん、この村で良い話が聞けなければ、アーリアの北にあるサルバの町へ行ってみるのもよろしかろう。あそこは鉱山の町じゃ。大陸中からいろいろな人が集まっておる。何か役に立つ話も聞けるかもしれませんぞ。わかりました、いろいろとありがとうございます。なに、礼には及びません。あ、そうそう、どうぞこの剣をお持ちください。光の剣は何かと目立ちますからな。それと疲れた時には2階のベッドで自由に休まれるといい。はい、本当にありがとうございます。気をつけて行きなされ。レナ。あ、クロードさん。おはよう。おはようございます。昨日はすみませんでした、勝手に大騒ぎしてしまって。いいよ、自分でも怪しいやつだと思うし、話を聞くと勘違いされても仕方がないかなと思った。私、
勇者様の話を子供の頃から聞いて育ったんですよ。みんなが困った時には勇者様が現れて助けてくれるって。今いろんなところでみんなが困っているでしょ。そんな時に伝承とそっくりなクロードさんを見て、この人だって思ったんです。そうだったんだ。なんとなくですけどね。ごめんね、勇者じゃなくて。そんな、クロードさんは何も悪くありません。私が勝手に勘違いしただけなんですから。本当にごめん。僕に何かできるといいんだけど。本当に気にしないでください。早く元の場所に帰れるといいですね。レナ、すみません、少し一人にしておいてもらえますか。ねえお兄ちゃん。なんだい。村の外に出たらね、なるべく道の近くを歩いた方がいいよ。森は危険なんだって。そうだな、ありがとう。ダメだ、ここは本当に未開惑星みたいだ。どこにも手がかりがない。通信機も相変わらず無反応だし。仕方ない、一旦アーリアに帰って考えよう。どうしたんですか、皆さん集まって。あ、クロードさん、レナが。レナって、レナに何かあったんですか。クロードさん、隣町の町長の息子のことは知っていますか。はい、まあ少しは。それならば話は早い。実はレナがアレンに無理やり連れて行かれてしまったのです。連れて行かれた、どこに。おそらく自分の屋敷でしょう。やつはレナのことを好いておった。それにしてもこんな強引なことをする男では。何をじっとしているんです、早く助けに行かなきゃ。話はそう簡単にいかないのです。アレンは隣町の有力者である町長の息子ですし。仕返しをされる可能性もあります。まあ町長はそのようなことをなさる人ではありませんが、可能性としてはゼロではありませんから。それにアレンは大勢の屈強な手下を連れてやってきました。おそらくそこらのゴロツキを金で雇ったのでしょう。みんなかなりの手だれのようでした。そのような人間に我々が正面から歯向かっても勝ち目はありません。だからって。ですから我々も途方に暮れていたのです。どうしたらよいものか。レナ。僕が助けに行きます。僕はこの村の人間ではありません。
僕が乗り込んだとしても村に迷惑はかからないでしょう。なあに、ちょっと行ってレナを助けてきますよ。クロードさん、しかし一人では。大丈夫です、僕には光の剣がありますから。心配しないで待っていてください。クロードさん、レナをお願いします。わかっています、必ずレナを連れ戻してきますよ。くそ、鍵がかけられている。こうなったら。よし。しまった、フェイズガンのエネルギー残量がしばらくは使えないか。でもやるしかないんだ。え、今のは何？まさか光の剣なのか？あれはこれはレナのつけていた髪飾りだ。なんでこんなところに。ここにレナの髪飾りが落ちているということは、もしかしたら。やっぱり。大丈夫ですか？君を。奥に、早く、レナちゃんが。僕はレナの友達です。レナは奥にいるんですか？レナちゃんはサルバ行動の奥に連れて行かれた。私はアレン君に依頼されて妙な祭壇を作らされていたんだ。おそらくそこに連れて行かれたのだろう。私も助けようとしたんだが逆にやられてしまった。この奥なんですね。そうだ、気をつけろ。アレン君は、彼は何かがおかしい。わかりました、ここで待っていてください。レナを助けたら迎えに来ます。すまない。